では出来上がりのパンを割ってみたいと思います。せーの、よいしょ。サイリウムを利用した玄米パンです。いかがでしょうか。とてもしっとりしてるんです。一口いただきます。うん、いい感じ。とっても口溶けがよくって美味しい。これね、米粉パンの時だけだとお口の中にあのベトベト感がこうまとわりついて嫌な感じが残るんですけど、サイリウムを利用したパンはなんていうかすごく小麦粉のパンのように口溶けがとっても良い美味しいパンになりました。皆さんも試してみてください。美味しいよ。